7番の尾形、ここへ絡んでいきます。こうなりますと3番の松浦は厳しい展開になります。その2番の近藤が前を抑えて、5番加藤と7番尾形が続いて並走。そこへ今度は恵がスルスルっと前へと上がっていきました。さあここはインを切って9番恵、6番の辻、前へ出て出方を待ちます。3番手となった近藤は仕掛けていく。7番の尾形と5番の加藤は7番の尾形が続いていく。2番の近藤の後ろを取り切ったのは7番の尾形で、残り1周回を切ります。さあ松浦は8番手です。1コーナーから2コーナー、番手流せは9番の恵が内から潜り込んでいって7番の尾形をさばいていこうとします。まだここは、どうでしょう、ここ2番手尾形が上がった。さあ最終バック、ようやく8番手から3番松浦が上がっていく。3コーナーから4コーナー、いいスピード、3番の松浦、ここは近藤亮太を捉えそうなスピード。岩田が離れた、直線コース、2番の近藤を捉えた、松浦地元初優勝。